皆さんこんにちは、ももりんごです。どうもどうも、みんな元気？ももりんごはすごく元気です。春が近づいてくるとさ、ワクワクする気持ちって大人になっても変わらないよね。生まれて30年、今更だけど四季を楽しめるなんて日本に生まれ育った醍醐味だよね。なんか気分がいいから短歌でも一首読み上げちゃおうかしらって感じなんだけどね。いやー、でもさ、もう2月も終わるのかって今思ったわ。1年あっという間に過ぎたってならないようにしないとね。気づいたら時間に置いてかれちゃうから、ほんと。さて、今回は久々に最近のプーさんとの話とかしようかなって思ってます。年始以降まともに話してなかったからね。じゃあ早速行ってみよう。何から話そうかっていう感じだけど、最近ね、まあまとめから話すと、いろいろ揉めたこともあったけど現状維持に努めてるっていう感じだね。話できてなかったんだけど、去年末クリスマスと誕生日の時期はちゃんとね、時間合わせてお祝いしたんだよね。12月がただでさえ予定合わなくてお互い忙しかったから特別なことできてないんだけど、焼肉食べに行って、でまあ向こうからもさ、事前にプレゼントで何欲しいって聞いてきてくれてたから、スニーカーって100回くらい連呼して歩きやすいスニーカーもらったし、まあ100回連呼したは嘘なんだけどね。そう、プーさんにもプレゼントでパジャマあげたんだよね。本当にクリスマスはね、ごく普通に会って楽しく過ごしてた。ただまあその後よ、動画で年始にこれはあげた話なんだけど、まああることがあって一気に激萎してしまったんだよね。見てない人はちょっとその動画を見てほしいんだけど、だから正直年明けてからはあんま彼のことを考えたくないなって思っちゃってたの。でもまあなんだかんだ大人だからさ、逃げ続けるのもダメだし、どこかでちゃんと向き合わないとなって感じで思い直してね。知らない人もいるから軽く話すんだけど、年末に2人で会おうっていう日にプーさんにドタキャンされたのよ。それが会社の上司となんか飲みに行くって言ってて、でその後他の部署の人たちと合流してカラオケ行ってて、でそれを知ってそっち優先するんだっていう、まあ萎える気持ちと、ちょっとねその環境が男女パーティー内だったから信用できなくなったって話があったのね。でそれ聞いてイラッとしてしまい、電話をぶち切り、そのまま年始の三が日はももりんごは謎の体調不良に見舞われて、でもスマホもなんか見たくなくて、プーさんには体調悪いから話せないっていうのは連絡して、その後2日くらい LINE も未読無視してたので、なんやかんや体調も良くなって、まあ、LINE してたからちゃんと話そうってなって会ったのよ。なんかね、正直プーさんにとってのももりんごへの優先順位が低いんじゃないかっていう、まあ懸念があってさ、そこが低いならもういいやって思っちゃってた気持ちが強くて、私と仕事どっちが大事なののお決まりのセリフじゃないけど、気持ちが遠ざかってるならちゃんと言ってほしいし、仕事に集中したい時期とか、まあ昇進目的での付き合い優先したいとかなら事前に言葉欲しいじゃん。あ、それは分かんないとこっちも気持ちが萎えてしまうよみたいなことをはっきり言ってみたのね。そう、なんかね、向こうの仕事忙しいですでドタキャン延期が続いてたからさ、正直イライラしてたのもあって、
ここははっきり言わないとなって思ったのよ。まあそうだね。そしたらまずごめんねって謝られて、気持ちが冷めたとかではないけど安心しちゃってた部分があって、二の次に考えちゃってた部分がある。お互いの優先度が低めでいいのかなと思ったから、仕事が忙しかったり上司とかからお誘いがあった時にそっちを優先してドタキャンする形になってしまったっていうことを言われたのね。はあ、なるほどと思ってまあなんかお互い言葉足らずだったのかなって思ったんだよね、その時に。相手だけのせいじゃなくて、確かにモモリンゴ自身もなんかさ、傷つくのとか怖いってのもあって、あんまり相手に気持ちをぶつけるとかこうやって話して向き合うことをしなかったのね。だから自分の言葉にしないで、一回何か違和感あっても飲み込んじゃうみたいな、ダメな部分もあったなって反省してさ。まあ、ただね、ただこっちはよ、他に優先したいことあってもドタキャンしてないけどなーって心では思ってたんだけどねまあでもそんなこんな言いたいこと話してたらお互い悪いのかなって最終的に思えてきて、途中から怒りの気持ちなくなったんだよね。プーさんも今後はドタキャンはないように努めるっていうのは誓ってた、うん、おーい、ちょっと今更誓うのかよ、大人として当たり前やないかーいって水を差すようなツッコミしようかなって思いながら心の中でシミュレーションだけしてやめたんだけどあのね、なんて言うんだろう、プーさんって優しいのも相まってか、あんまり思ってることを言えないところあるんだよ、ね、いない？そういう人。だからドタキャンする理由とかをわざわざ言うのが申し訳ない的な、よくわかんないけどさ。だからそこをいかに汲み取れるかが鍵だなって思っててさ、全然カッコつけて言うわけじゃないんだけど、やっぱりまず受け入れて理解し合うことが二人の関係性、お互いの心の扉をこじ開ける鍵、キーになってくれると思うんだよね。わかるかな？まあ、とにかくなんだけど、ドタキャンはしない、優先順位は決めない、男女カラオケは報告するっていう3段階の結論になりました、3つのうち2つは当たり前のことやないかーいって思った人は正解です。優先順位はお互い確認してもいいことないから決めないっていう。モモリンゴ自身もさ、ソロ活にハマっちゃってるから一人行動しがちだし、だからむしろそんなにこう依存してない同士だから成り立っているのかもしれません。ただ今回初めて喧嘩っぽくなったね、ねえ、まあこんなラフに喋ってるけど結構年始は腹立ってピリついてたんだよね今は全然ね、落ち着いてるんだけどさ。なんかね、周りから見たら君たち冷めてるなーとか思われるかもだけど、割と大人ってこういうもんなのかなとも思ってくるよね、まあいろんな環境の中に置かれてる二人だからさ、必然的にこう、まあそれぞれ世界があるじゃん。そこをお互いにとっての一番になりたいって考えちゃったら温度差生じちゃいそうだし、お互いがお互い同じ温度感であればいいと思うんだけど、どちらかが一方がさ100で相手が20くらいだったら成立しないよね、やっぱ。低温調理って大事なんかも。恋愛も二人の気持ち40くらいで弱火でグツグツ煮込んだ方が美味しくなる説、知らんけど。うまいこと言ったぞみたいな感じで喋ってるけど多分滑ってるよね。あ、バレンタイン近かったじゃん。市販のチーズケーキあげました。喜んでたよ。お返し楽しみだな。ホワイトデーに何が欲しいか聞かれたんだけど、結構ガチめのトーンで、スリッパって答えたから、多分スリッパもらえると思う。もちろん家の中で履くモコモコのやつね。
12月に誕生日とクリスマスで靴もらって、今回スリッパもらえたから、彼からのプレゼント全部足元シリーズになるよね。次は靴下もらっちゃおうかなーなんて考えたり考えなかったりまあそんな感じです。結構大半何言ってるか分かんなかったかもしれないんだけど、それは本当ごめんなさい。まあ今は元気ですということで、はい、じゃあ今回はこの辺で終わります。じゃあねー、バイバーイ。